シェプス・セスカフは、エジプト大王王朝の七大ファラオである。メン・カウラーの息子であり、父から王位を引き継いだ。シェプス・セスカフという名前は、彼の魂は後期であるという意味である。記録には残っているが、未確認のゼドエフ・プテハというファラオが実在しなかったと、すると、彼がエジプト大王王朝最後のファラオとなる。ゼドエフ・プテハという名前の支配者は、 鳥の王名表等の当時の書類やギザ、サッカラ等の墓には全く見られない。第四王朝とエジプト第五王朝の間の時期に王に仕えていたナタリー・ニーゼットプ等の人々は自身が仕えた王の順番をラージェドエフ・カフラー・メン・カウラー・シェプス・セス・カフ、ウセル・カフ・サフラー・ネフェル・イル・カラー・カカイと明確に墓に記している。鳥の王名表ではシェプス・セス・カフは4年間の知性で ド・エフ・プタハと言われているその匿名の後継者は2年間、エジプトを統治したと記されている。一方、マネトの王名表では、シェプスセスカフは7年間の治世を行ったと明確に記されている。しかしマネトの王名表では、9年間の治世を行った、詳細不明でおそらく架空の支配者の存在についても、記している。シェプスセスカフは、 マスタバファラウンとして知られる巨大なマスタバオサッカラに自身の墓として建設し大きなピラミッドを建設するという第四王朝の伝統を破った。一方彼の直近の三人の前任者はギザに二つアブラワーシュに一つのピラミッドを建設し第四王朝の創設者スネフェルは屈折ピラミッドや赤いピラミッド等一人で三つのピラミッドを建設した。シェプスセスカフは 短い知性の間に、自身の墓とギザにある父親のピラミッドの両方を完成させなければならなかったため、自身の墓は小さいものにしたと考えられている。兄に、イボ兄弟のクエンラーがいたが、創生しており、シェプスセスカフが王位を継いだ。他には、イボ姉妹として、ケンタカウエスがおり、シェプスセスカフの死後、エジプト第五王朝初代王となる、ウセルカフを婚姻により迎え入れた。 シェプセスカフにはカーマトという娘がおり、シェプセスカフと同じ形の寮母を残したが、その寮母は父とは異なり、ギザに存在している。ありがとうございます。